住んでるんじゃないのと。そうすると、まあ、ちょっと早くなっちゃったかな。そうするとクリシュナムルティさんが、思考は脳みそのお腹の運動ですと。それはいいでしょうと。Then that material ever be independent。 またこう戻るんだ。思考というものが、今度はこの思考というものが他の、要は知識とか意識とか無意識とか、こういうのと独立してあり得るでしょうか。独立して、そうするとボームさんが、ごめんなさいね、今日コピー取ってきてないんで、インディペンデント・ブ・フォーツ、何から独立してるって言うんですかと。インディペンデント・サムシング・ザ・ティ・ノット・ザ・マテリアル、物質的過程で、ない何者かから独立してると。ま、ちょっとこの説明はその、この説明がこの後に出てくる。思考は、脳みその中の物質的な過程です。ここはいいですねと。それでボームさんも OK ですねと。Then our question. Can the material process in the brain bring about a change、in itself? と。そうすると問題の本質はこうですねと。脳みその運動である思考が、脳みその運動である思考が、脳みその思考である、脳みその運動である思考が、bring about a change in itself。 要は自らを、要は思考が自らを変革することができるでしょうか。思考が思考を変えることができるでしょうか。というのが問いになりますね。ということなんです。それで、Yes, that is the question. あ、それでボームさんがここでまたな、ここまで、ここへ来て割合、両方納得して、そう、それが問いとなりますと。まだ早いけど、今日は、この辺にしておきます。なんかくたびれしてた。続けてもいいけど、ちょっと、あ、ショキショキ気味でしょ。こんな理屈っぽい話ずっと続けて。これだな。え？なんかこんがらがってしまった。こんがらがって、だから要するにさ、順番はもう一回整理すると、こういうものがあって、それで、この、アサレ情報でもなんでも、そういう、とんでもないものを、幻想錯覚をもたらすやつがあると。そうすると、そうじゃないものが、そういう間違ったものじゃなくて、その、この中で、その、独立して、まあ、彼が言う自由意志みたいな話なんだろうけど、そういう機能が脳みそにあるだろうと。これは、通りだよね。そうすると、クリシュナムルティさんは、それで、じゃあ、話をもう一回戻して、思考は物質ですね、と。こういう言い方をする。これはキャリーのキャッチフレーズ。で、ここから、要は、彼が言いたいことは、答えは、落ちどころが、これは無理だって言ってるんだけど、無理だっていうことになるんだけどね。で、そうすると、この思考は物質であるって言い方がすごく変ですよっていう話を、まあ、しばらくしたわけだ。で、お互いに両者が思考っていうのは脳みその運動ですよっていうことで決着が一応ついたと。そうすると、じゃあ脳みその運動である思考っていうものが、じゃあ思考しかないわけだから、それが自らに変革をもたらすことができるでしょうかと。思考が思考を変えることができるでしょうか。これがクエスチョンですねと。こういうところで。のが全体の話。
ごめんなさいね、理屈っぽくて、僕のせいじゃありません。思考が思考変えるっていうのは、例えば具体的に言うとどういうことなんですか？例を。例を挙げるか。俺も、いや、思考が思考変えられないだろう。うん、結論はそこを持っていこうとするんですよ。そう。そうしか考えられない、ね。そうそうそう。だから、変えられないというところで、どうせ、これ確かそうだって、持ってくんだよ、話。だから、そういう、で、だから、じゃあ、そこのところを、要するに、じゃあ、なんか、要するに別の要素がいるっていうことを、彼、クリシュナムルティさんは言いたいんだよ。だけど、通常別の要素がいるっていうことを言っちゃう、別の要素があるっていうことを言っちゃうと、そういう、その、大本教とか、などおばさんみたいな、なんか、わけわからない話になっちゃうんで、そこをまた一方で否定しようとしてる。だから話がこうくる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 こう変わっていくわけで。というのがあれだな、あれです。だから今度はそれで、じゃあこのところの議論、一体何が脳みそを変えるのか、洞察とは一体何なのかっていう話がこれからの話で出てきて、まあ、アリストテレスが出てきたりとか、面白いよ。それで昔からある考え方だとかね、それはそれでじゃあいや昔からのとか私のやつは違うんだとかさ、なんか言ったりしてさ、いろいろやってるということです。で、だからまあいやちょっと時間ないから、じゃあちょっとだけ思考っていうことについて ご説明します。要はその洞察を起こしているものは一体何なんだということなんですか？そう、そういうこと、そういうことなんだ。で、まあこれもね、いろんななかなか分かりづらいと思うんだけど、思考っていうのは非常に、ね、特殊なんだよな。思考って思考って言うと、要するに物の、要するに頭に浮かぶものだよな、拾ってくると。浮かぶことかな。もっと拾ってくると、どういうんだな。暑いでしょ、寒い、嬉しい、悲しい、憎い、かわいい、いろいろあるけど、そういうことがいろいろ浮かぶ。で、あの時欲しいとかね、金が欲しいなとかさ、自動車欲しいなとか、いいガールフレンド欲しいなとか、それとか、あいつはぶん殴ってやりたいなとか、いろいろ浮かんでくると、とにかく。これはで、これはさ、なかなかね、なかなか分かってもらえないのかもしれない。感覚なんだな。感覚の一種なんだ。で、感覚でも、感覚っていうのは何かって言ったら、例えば僕らは見たり、聞いたり、なんていうの、目で見る、弦 2B だね、耳、鼻、弦 2B、舌、舌、身。で、それで仏教なんかでもさ、ここに意が入ってんだよ。無弦 2B、舌身2とか言うでしょ、般若心経とか。これ意が入ってんだよ。これみんな感覚でしょ。目で見る、耳で聞く、で鼻で嗅ぐ、それで舌で味わう、体にこうなんか触ったりすると感じる、で意識だ。これやつだ、これなわけで。ところがこの1、これが五感だよね。
他これとね、これはちょっと性質が違うわけですよ。意識、まあ思考っつってもいいよ。